ウィリアム・ギャラスは、フランス、アニシュルセーヌ出身の同国代表の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。グアドループにルーツを持つ。フランス代表で同僚のティエリ・アンリと同じく10代半ばまで、クレール・本邸の国立研究所で育っている。SM、カーン、オリンピック・マルセイを経て2001年にプレミアリーグのチェルシー FC へ加入した。チェルシー FC では、しばらくは、 センターバックとして出場していたもののジョゼ・モーリーニョが監督に就任した2004年夏からはサイドバックとしての出場が増え、かねてから何度もセンターバックでの起用をモーリーニョに切望していたが、ジョン・テリー、リカルド・カルバーリョの両、センターバックが欠場でもしない限り、そのポジションでの起用はなく、左サイドバックとして起用されることが多かった。そのために、 新たなクラブでの挑戦を再三公言していた。2006年にはアメリカ遠征を無断欠席したことでクラブの怒りを買い移籍してきたミハイル・バラックに自身の背番号13を勝手にクラブによって奪われ8月31日に自身金銭の条件でアーセナル FC のアシュリー・コールとのトレードが成立アーセナルへと移籍しているアーセナルでは ディフェンダーとしては珍しい背番号10を背負い、ディフェンスリーダーとして、センターバックで活躍した。2007から08シーズンからは移籍したティエリアンディに、代わって、キャプテンを務めることになった。当初は、クラブの補強について、苦言を呈していた彼のキャプテン就任に疑問を持つ、ものも多かったが、キャプテンを任されてからはチームを鼓舞し、貴重な時間に得点を奪うなどチームを懸引する。 活躍を見せた。しかし2008年になるとチームメイトを批判したことによってキャプテンを剥奪された。サミル・ナスリはギャラスとは喋らないと明らかにしている。ただしナスリ自身も試合後の更衣室での議論でナスリがボールを失ったことにギャラスが落胆を示した時に暴言を吐かれたとギャラスに暴露されている。2010年8月22日 アーセナル最大のライバルであるトッテナムホットスパー FC にハリー・レドナップの熱望によりフリーで加入した。週休はアーセナル時代の半分程度で背番号は再び13を背負うことになった。ライバルチームからの移籍ということで最初はファンから会議の声が出たがビッグクラブを渡り歩いたキャプテン C を発揮しトッテナムの大黒柱として活躍。 チャンピオンズリーグを戦うチームにとって欠かせない戦力となった。2012から13シーズン終了後、契約満了につき対談決定。10月23日に A リーグのパースグローリー FC に加入した。2014年10月16日、現役引退を表明した。フランス代表では、マルセル・デサイの後継者として、守備陣のリーダー的役割を担い、 2006年の FIFA ワールドカップではリリアン・チュラムと共に鉄壁のセンターバックコンビを形成し決勝進出の立役者の一人となった2009年11月18日のワールドカップ予選プレイオフアイルランド戦では延長前半10分に決勝ゴールを挙げてフランスのワールドカップ出場に貢献した本大会でもスタメンで出場したがグループリーグ敗退に終わった 2011年6月6日代表引退を表明した。ありがとうございます。